この動画では試合が実現したらどちらがどうやってどこで有利なのか、2人のスピード、パワー、経験、タフさ、体重、スタミナ、試合を影響するものをすべて見て分析していきます。最後に皆さんどちらが勝つかコメントでお知らせください。格闘技ではライバルマッチはよく売れます。 It's the best。 特にお互い憎しみ合ってる場合その上に最強、一番人気がある、ファンが多い、ファイトスタイルが面白い、yes. 2人がライバルであればメガファイトになります。メガファイト、マニ・パッキャオ vs フロイド・メイウェザー、yes. ね、モハメド・アリー vs ジョー・フレイジャー、はい、オスカー・デ・ラ・ホイヤ vs フロイド・メイウェザー、メガファイトですね。ホジ・アルド vs コーナー・マグレガー、オーボーイ、カビー vs コーナー・マグレガー、ああ、チャック・ランデル vs ティーロ・オルティーズ、オールドスクール、オールドスクール、ロンダ・ラウゼー vs ミシャ・テイト、アンダーソン・シルバー vs チェオ・サネン、ダニエル・コルミエ vs ジョン・ジョーンズ、ナスカワ・テンシン vs タケル、わー、 The best vs the best。 いつからナスカワ・テンシン vs タケルのライバリーが生まれたのかわかりませんけど、この試合は見たいです、うん、ずっと前から見たいです。格闘技の試合では確実にこっちが勝つということはできません、うん、何が起こるか分かりません。 100% はないですね、うん、だからこそ格闘技は面白いんですけれども、お互いの強いところ、弱点、どっちの方が速いのか、パワーがあるのかを比べてどっちが有利なのかを見ていくことはできます。最初に那須川天心とタケルのファイトスタイルを比べていきます。タケル選手は前に出てプレッシャーをかけるスタイルで、那須川天心は逆に下がってカウンターを狙うスタイルです、うん、2人ともお互いに似たようなスタイルとも戦ってますね。タケルはタイガー、チャールズ、ボンジャバーニー、プロバイザー、カウンターを狙うファイターです。那須川天心はもちろんロッタン、はい、スワキム、はい、マサヒコ、鈴木選手、はい、前に出るファイターですけれども、 There is only one タケル、そうですね、 And there is only one 那須川天心、確かにそうです。だからこの試合はすごいビッグクエスチョンマークですね。そうです、似てるスタイルはあるんですけれども全く同じはないですね。はい、次はパワー、これはタケル選手ですね。はい。タケル選手が有利ですよ、パワーの方は。はい。うん。パンチもキックも全部、打撃のパワーはタケル選手です。スピード、那須川天心だよね。そうですね。カウンターを狙うファイターは基本的に速いです。まあそうじゃないと当たらないもん。そうですね。テクニック、僕は那須川天心を選びます。テクニック、ここは難しいところですね。いろいろなテクニックがありますね。そうです、タケル選手はパンチも蹴りも速い、回転が綺麗ですね、うん、ですごいパワーもあります、はい、那須川天心の武器の種類はタケルより多いです。なるほど。一つのパンチや蹴りに対するカウンターいろいろ出せます。対戦相手によって変えて選ぶことができると思います。はい、その理由で那須川天心を選びます。スタミナ 50-50 イーブン。タケルの方に行かないんだ。ただタケルの方がタフだと思います。ということは那須川天心はタケルを打ってもスタミナをそんなに削ることができないんです。もちろん打撃によります、はい、飛び膝はパンチではありません、はい、でクリーンヒットを顎に当てるのとかするね、頭をかするパンチも違います、はい、でもタケルが天心に打撃を当てればスタミナをどんどん削っていくことができます。そのスタミナとともにスピードも落ちていくと思います。スタミナはイーブンなんですけれども、タケル選手は那須川天心のスタミナを大きく下げることができます。で那須川天心はそれほどタケルに影響できないと思います。 100% はないので、でもどっちとも当てなければ全然スタミナの問題はないと思います。なるほど。ずっと良ければ全然大丈夫じゃない。うんうん。
体重、これはタケルだね。タケルですね。まあ基本的に那須川天心は62-63kg で歩き回って、試合は 58kg で出てます、うん、ほとんど減量なしですよ。 4kg5kg、うんうんうん、でまたリングに上がるときは61-62kg じゃないかな。そんなにカットしてないんですね。試合が多いもん。なるほど。タケルはね、年に 2,3 回でしょ。はいはい、違いますよ、ファイトスケジュールが。 で、ね、でタケルはまあ今 60kg で試合出てます。はい、で普通は 68-70kg で歩き回ってると思います。でリングでは 67-68kg じゃないかな。ということは 5-6kg 違います。これは試合に大きな影響あると思います、うん、体重が重い方が一発一発重いし、軽い相手からもらった攻撃が軽く感じます。はい、まあフロイド vs テンシンを見た方は分かると思います、うん。最後のポイントになりますけれども、試合の中でうまく適応できるのは那須川天心だと思います。試合で何が起こるかわからないので、はい、自分がいろいろ作戦をうまく立ててもプラン通りいかなかったら何か変えないといけないです。そうですね。那須川天心はいろんなテクニックが出せるので、はい、いろんなスタイルができると思います。パンチのカウンターをパンチで当たんなければキックのカウンターに変えることができる、はい、で蹴りをパンチでカウンターして当たんなければ蹴りを蹴りで返す、飛び膝で返す、はい、胴回し蹴りで返す、うんうん、いろいろできると思います。相手が前に出るとき前蹴りで止めたり、それから飛び膝で止めたり、次は例えばフットワークで避ける、はい、いろんなシチュエーションによって適応するのが本当に上手だと思います、はい、対するタケル選手は、タケル選手は同じじゃないですか。1試合から今何試合やってるか分かんないんですけれども、はい、同じじゃないですかね。前に出る、プレッシャーかける、相手が足が動かなくなったら連打、連打、うん、でもそれもそうだよ、うん、動きが止まったらもうおしまいって、それがタケルのファイトスタイルですもん。それが悪くないんですけれども、相手によって自分が変わるんじゃなくて相手をもうぶち殺す、はい、スタイルですね。本当に逆ですね、天心とタケルのファイトスタイル、うん、せっかくなので僕たちも予測入れますか。はい、インチキなんですけれどもシチュエーション2つ言いたいと思います。はい、1つはタケルが勝つパターンで、もう1つは那須川天心が勝つパターン。はい、2つとも判定までいくと思います。おお、KO 決着なし、なしだと思う、なし。へえ、タケルが勝つとしたら1ラウンドカウンターをもらっても効かない、うん、でもそれはやっぱりカウンターが見えることもあるし、はい、体重差もある理由で効かなくて、はい、2、3プレッシャーかけて印象的にはもう勝ったっていうパターンです。那須川天心が勝つとしたらカウンターが効くんです。あでタケルのパワーが下がる。これは結構何キロ契約で試合が組まれるのかによりますね。よりますけれども58はちょっと難しいと思います。なるほど、タケル選手に、選手に、うん、なので多分やるとしたら 60kg じゃないかな。はいはい、もしかしたら59。でも契約体重関係なし体重差は大きいと思います。なるほど、いくらこれから大きくなると思っても、はいはい、なかなかできないです。体重差は体重差になるんです。なるほど、まあそれを見てカウンターが効くか効かないかっていうところで僕は見てます。おお。ということで皆さんはどちらが勝つと思いますか。どうやって勝つと思いますか。はい。コメントでお知らせください。ぜひ皆さんの意見をコメント欄でお知らせください。格闘技をやっている方はいろいろたくさんグッズが必要ですね。グローブ、すね当て、膝当て、マウスピース、ヘッドギア、パンチングミット、蹴りのミット、いろいろあります。でもどれを買えばいいのか。ぜひグリッドファイトショップに行ってください。なぜならグリッドファイトショップでファミリータイムというクーポンコードを入れると全商品 15% オフ。 What? ファミリータイムのおすすめのエルグランドルグローブスも 15% オフ、yeah. それから自分はウィニングが欲しい、トゥインズが欲しい、それも 15% オフ。こんなにいい話はどこにもありません。グリッドファイトショップ、そこでショッピングしてください。皆さんハッピーハッピーショッピング。